道兼。弟は三郎。豊明の設営の夜、倒れた舞姫が分かったぞ。藤原のため時の娘だそうだ。関白、左大臣、右大臣が真の政に異を唱えようと構うことはない。どんどんやるのだ。巫女が生まれては困る。腹の子を受訴せよ。できません。これは何事でございますか。関白様、この国の未来は我らが担う。母はあなたの兄に殺されました。私の目の前で。すまない。別に三郎に謝ってもらいたいと思ったわけじゃない。母が死んだのは何者のせいなの。兄上、6年前人を殺めましたか。虫けらの一人や二人殺したとてどうということもないわ。何だと。父上もご存知だぞ。何もかも父上がもみ消してくださったのだ。まことでございますか。我が家の泥をかぶっていただかねばなりません。藤原の道長殿。笑える話。